皆様こんにちは。今日は可愛くてちっちゃなお花をクラフトパンチを使って簡単に作ってみます。このクラフトパンチを使って3輪で1つのお花で、これはカラーコピー用紙、こちらは裏表同じ色の折り紙で作ってみました。このクラフトパンチの幅に合わせて2枚ぐらいは押して作れるので、このように2つ折りにして、こういう感じで中に差し込んで、これで2個の花びらが出来上がりです。で、たくさん作りたいときは、これはカラーコピー用紙ですが、このように2つ折りにしてどんどん作っていくと何輪分かできます。こういう感じで2輪の花瓶ができました。で、3個のうち一番内側と2番目に来るものだけ少し花びらにカーブをつけるので、爪楊枝の太い方で少し花びらが隠れるぐらいまで押してください。強く押しすぎると中に入っちゃいますので気をつけてください。で、一番内側が一番小さくカーブをつけて、こういうふうに内側から順番に少しずつカーブをつけてってください。外側はそのままで大丈夫だと思います。で、中心に接着剤を少しだけつけて、ちょっと重なってしまいましたが、花弁同士が間に挟まるようにセットすると綺麗です。こういう感じでカーブの付け具合でお花に立体感が出ます。こういう感じです。横から見ると中心がかなり内側に入ってるのがわかると思います。で、これに額をつけますが、額もこういう感じの梅の花みたいなクラフトパンチで緑色の折り紙で縫いて作ります。で、これも爪楊枝の太い方で自分の指の腹のカーブを利用して少し押し込んでやると結構いい形に仕上がります。この中心に少し接着剤を塗って、先ほど作った花弁をセットします。こういう感じで内側を少し中に入れておいて、次はこの花芯、中心部分を薄いお花紙で1センチぐらいのものをくるくるくるっと指で丸めて、これはあんまりきっちりやらない方がかえって自然でいいかなと思います。で、中心に貼ってやって、で、中心に貼ると少しお花が開くので、中心部分を中にこのように入れた感じにして作ると綺麗です。で、額をつけた後、全体的に少しこういうふうに中に折り込んでやると綺麗にカーブがつきます。で、最終的に花芯に向かって一番内側の花弁だけ立てて立ち上げるような感じでやると綺麗に仕上がります。こういう感じです。で、これは黄色いコピーペーパー、これはピンクのコピーペーパー、最後の黄色のは普通の折り紙で作ったものです。いろんなカラーを取り混ぜて紙の質も変えて
楽しんでみてください。このようにちっちゃなボックスに入れて飾ったり、プレゼントにどうぞ。いつもご覧いただきありがとうございます。